の18回であるローリングスゴールドグラブ賞は MLB の選手表彰の一つ。1957年、グラブメーカーのローリングス社が表彰を始める。守備の優れた選手をナショナルリーグアメリカンリーグの各リーグから各ポジション一人ずつ、計9人各チームの監督、コーチの投票によって選出される。自分のチームの選手に投票できない。 初年度の1957年のみ、各ポジション両リーグから一人ずつの選出。1958年以後は、両リーグ各一人の選出となった。グレッグ・マダックスの18回のゴールドグラブ賞、受賞回数は、全ポジションで最多である。1990年から2002年にかけて13年連続で、受賞し、2003年は、 マイク・ハンプトンが受賞したため、連続受賞が途切れた。その後、2004年から2008年にかけて5年連続で受賞し、現役を引退。ジム・カートの受賞回数16回はマダックスが2007年によって更新されるまでの間、全ポジションで最多だった。カートはマダックスを上回る16年連続で受賞している。 ゴールドグラブ賞受賞者で、アメリカ野球殿堂入りをしている選手は、ジム・パーマー、ボブ・ギブソン、フィル・ニー・クロ、スティーブ・カールトン、マダックス、マイク・ムッシーナの6選手である。グレッグ・マダックスは、ゴールドグラブ賞受賞年の投手として、最多となる39視察を3回記録。アメリカン・リーグの最多記録は、フランク・ラリーの32視察である。 ジムカートは、ゴールドグラブ賞受賞年の投手として、最多となる72補殺を記録。ナショナルリーグでは、マダックスの71補殺が最多である。多くのゴールドグラブ賞受賞者が無失策でシーズンを終え、守備率1.000を記録していて、マイク・ムシーナは4度ゴールドグラブ賞受賞年に守備率1.000を記録している。 ゴールドグラブ賞受賞年の投手の併殺記録はザック・グレインキーの12回である。グレッグ・マダックス、ジム・カート、ボビー・シャンツ、ケニー・ロジャースの4選手がゴールドグラブ賞受賞年に冒頭例を記録している。その一方で、ナックルボールを投げるフィルニクロは18冒頭を記録している。2009年の受賞者。 マーク・バーリー・マイク・ムシーナは5回受賞している2007年の受賞者、ヨハン・サンタナ2009年の受賞者、アダム・ウェイン・ライト2003年の受賞者、マイク・ハンプトン。ありがとうございます。